で、まあ、瀧愛ということはもう皆さんもご存知の通り、すべて愛ですよと意味なんですね。で、愛の他には何もないんだということなんです。愛の実が独存するという意味なんですけれども、我々はその愛についてなかなか理解ができないというものでございますね。自分も愛であり、すべて愛であると。その愛がなかったら物は存在できないということなんですね。愛でもってみんな生き、存在を保っているのであって、愛なしでは何もできないと。だから世の中が考えている愛というものはですね、本当の愛じゃないんですね。愛というものはここにあるんだ、あそこにあるんだと言えるものじゃないんですよ。愛は無限にして普遍でございまして、その愛の存在しないところってないんです。愛には時間も空間も存在しないんでございますね。だから愛について論じ合いますと、これが愛です、あれが愛ですよということを論じ合うことは愛を失うことなんです。愛はですね、我々の人間の考えで語れるものじゃないんですね。これは愛ですよ、これは愛ではありませんよとは言えるものじゃないんだということをご理解いただきたいと思います。なぜそうなのかというと、いつも申し上げますけれども、このエネルギーと質量の調和でもってものというものは存在できるんであって、これなくしては物は存在できないんですね。で、全てはこの大愛の中に存在して、宇宙そのものが大愛ですから限りなき愛なんですよ。その愛には空間というのがないんですね。時間というのがないんですよ。永遠の愛なんですね。で、普遍なんです。これも無限大で、これも無限大ですから、その無限大のエネルギーと無限大の質量との調和でもって全てこの宇宙は存在しているんです。で、我々の万象万物はみんな大愛の中に存在して、その姿形というのはみんなそのエネルギーの調和でもって愛でもって存在しているんですね。このチョーク一本だって愛なんですよ。エネルギーと質量の調和がなければチョーク一本もここに存在することはないわけですからね。存在しますか？しませんね。だから愛というものはここにあるんですよ、あそこにあるんですよと言えるものじゃない。愛はその形あるものの中にも、形なきものの中にも、すべてに存在していると。だから愛の実が独存すると言って過言ではないと思いますね。で、愛こそ絶対実在という。で、自分というものは、あなた方この形を自分だと思ってますけれども、形があなたじゃなくて、大愛があなたなんですね。このエネルギーと質量の調和でもって、皆さんという肉体形態は存在しているわけですから。だから愛は全存在の本源にして本質ですから、その存在の本源であるエネルギーと本質であり質量とがなければいかなるものも存在できませんということなんですね。だから神のことを愛というのはその意味なんです。あるいは大調和と言いますね。大調和。じゃあその愛に時空間が存在するんだろうかということです。存在している、存在していない、愛の存在しないところってあるんでしょうか。これはよっぽどこの皆さん方ビジョン化して見ませんと、形の次元で物差しは見ることはできませんね。そのだからこれが愛ですよ、あれが愛ですよと言えないということなんですね。で、我々はそのままにして愛なんですよ。すべて愛なんです。で、愛の中に自分が存在して、愛は自分の中に存在しているんだと。愛そのものになって我々は神を見なければなりませんね。で、その大愛そのものが神ですから、これは神ですから、ね、だから大愛が全てを作り、大愛が全ての中に宿ってますね。で、皆さんの肉体は何で存在しているかというと、愛でもって存在しているんですよ。エネルギーと質量の調和で。このエネルギーと質量が不調和だったら、あなたという存在ありますかということです。あります、ありません。ないですね。